私はカリタ葵。見ての通り我が家は貧乏で、今日も借金取りの人が来ています。借金取りは貸谷明さんといって、もう顔なじみです。借金取りといってもあんまり怖い人じゃなくて、怒鳴ったり脅したりすることはありませんけど、淡々とどうやって借りたお金を返すつもりなのか、計画はあるのかと冷静に追求してくるので、お父さんもお母さんも苦手みたいです。ねえ、カリタさん、こんなことを言いたくないですが、このままだとこっちも対応を考えなきゃいけなくなるんですよ。すみません、買って一気に返済できるはずだったんですが。はあ、あのね、ギャンブルなんてもんは金に余裕がある人がその余裕を使って遊ぶ娯楽なんですよ。切羽詰まって一発逆転を狙ってなんて人に勝てた試しはないんです。というか、借金してギャンブルってこっちからしたら心象は最悪ですからね。だからやめようって言ったのに。うるさい。とにかく利子だけでも都合をつけていただきませんと。そうだ、あの子を借金の方にするということで。あんたな、本気で言ってるのか。でも、もうお渡しできるものはそれくらいしか。うちは個人でやってる弱小でも真っ当な金融業なの。借金の方に娘を連れていくなんて違法行為ができるわけないんですよ。もっと真剣に考えて。あの、私一緒に行きますから、お父さんを許してあげてください。はあ、あんたも怒れよ。娘のあんたを売るって言ってるんだぞ。この子よく見ればこんなに腕が細くて髪もボサボサで、散髪どころかまともに食べさせてもらってないんじゃ。わかりました、一時的に彼女は預かります。でも借金の方とかじゃなく、栄養状態や環境を考えてのことですから。やれやれ、どうしてこうなった。しかし切羽詰まったとはいえ、借金の方に娘をなんて言い出す親のところに年頃の娘を置いておくわけにはいかないよな。その一線を一度越えてしまったら、娘をろくでもないところで働かせて金を稼ごうなんてことすら考え出しかねない。これから私はどうなるんでしょう。少し怖いですけど、ずっとお父さんとお母さんに。真面目に働くしかない、職探しの世話もするから、と親身になってくれてたこのおじさんは、きっとそんなにひどいことはしないだろうと思います。とにかく美容院に行くか。当面の着替えも含めて衣類の調達も必要。そういえば昨日から何も食べてなかった。その前に飯にするか。娘の君と一時的に離れ離れになることで現状を見つめ直して心を入れ替えてくれるといいんだけどな。それは私に言ったというより、理想的な展開を期待せず口に出してみたといった感じでした。おお、よし、次は服だな。それで私は何をすればいいでしょうか。何も。高校生に労働を強いるってのはぶっちゃけアウトだから、とりあえず宿題でもやっててくれればいい。でもここまでしてもらって何もしないわけには。働いて借金を返す足しにでもなれば、おじさんも貸したお金が戻ってこないと困るんですよね。お兄さん。いいよいいよ、おじさんで。お兄さんの無理やり言わせた感が痛々しいし。すみません。とにかく気持ちは嬉しいけど、子供が気を使うもんじゃない。でも私が働きたいんです。そうだ、とりあえずお掃除でも。まあお手伝い程度ならいいか。はい。歌うまいな。すみません、つい。お前
本気で働きたいのか？だったら一つアイデアが出てきたんだが。ぜひ。じゃあちょっと出かけよう。え？数週間前。樫谷さん、ご無沙汰してます。急にすまんな。いえ、今の自分があるのも樫谷さんのおかげですから。この人は返した英二さん。アイドルグッズを買いすぎて借金していた過去があって、その時にお金を樫谷さんから借りていたそうです。度が過ぎたお金の使い方を樫谷さんに怒られ、本当に好きならそれを仕事にできるくらいの気概を見せろとお説教されて心を入れ替えたんだとか。返済後に芸能プロダクションを立ち上げ、小さいながら軌道に乗せて今に至っているそうで、本物のすごいアイドル愛を持っている人なんだと思います。実はこの子なんだが。なるほど、それで彼女にアイドルをさせてみたいと。難しいかな。いえ、見たところ光るものはありそうですから、お手伝いしますよ。しかも借金の方にアイドルになるって経緯が美味しいので、キャラ付けもその線でいけそうです。キャラ付け？今時ちょっと可愛いとか歌が上手いだけじゃダメなんですよ。インパクトある個性がないと。へえ。そうなのか。奇抜な設定とか他にはない特技とか、そういうのがないと生き残れないんですよね。なのでバックボーンをそのまま押していけば面白くなると思いますよ。事務所も樫谷ファイナンス所属の方が面白いですよね。なんでファイナンス会社所属なんだよっていじるポイントにもなるわけで。歌や衣装は今金を貸してる相手にネットで AI かなんかに作った曲を歌わせてたやつとか、コスプレ衣装を作りすぎて首が回らなくなったやつとかがいるから、そこに頼もうと思ってるんだが。ああ、それもいいですね。ファイナンス会社が売り出したアイドルとしてもバックボーンが強化されますし、元ボカロ P だった人が大物歌手になってる例もありますし。とりあえず歌とダンスのレッスンを受けてもらいましょう。他にも細々としたことはこっちで引き受けますので。すまん、頼む。そんなこんなで何をどう間違ったのか、私は借金を返すために働くアイドルになってしまったのでした。美味しすぎて泣きそうです。貧乏でお弁当なんてめったに食べられなかったので。お疲れ様です。そういえば、うちの顧客にあのテレビ局の関係者がいることを思い出した。ちょっと営業かけてみるか。マジですか？ついでにうちの子たちも共演でねじ込めないですかね。初登場、新人アイドルの刈田葵ちゃん。はい、親の借金3000万、借金返済アイドルの刈田葵です。キャッチコピーが借金の額って、そんなことある？借金の方に売られて気がついたらアイドルやることになってました。今時借金の方に娘を売るなんてありえないでしょ。また変な設定の子が出てきたね。それでデビュー曲はどんな歌なの？恋の連帯保証人って曲で。待って待って、ダメダメ。例えかなんかだとしても気軽に使っていい言葉じゃないからね、連帯保証人。万が一の時は借金を肩代わりしなきゃいけないんだから。でも親友とかに頼まれたら断りにくいじゃないですか。だから借金ができるんだよ。連帯保証人になるくらいなら今貸せる金を返ってこないつもりで貸した方がまだマシだからね。じゃあこれからはそうしますね。あ、そういう時に便利なのがキャッシングです。樫谷ファイナンスではお客様のご来店をお待ちしております。ははは、所属プロダクションの宣伝をねじ込まない。油断も隙もないな。てか所属プロダクションが金を借りに来る客を待ってるっておかしいでしょう。この子面白いな。なんだその曲、中身が気になる。深夜番組で何回か見たけど設定をちゃんと守ってるな。しかも可愛いし歌も普通にうまいし。
そんなこんなで実感もないまま、借金返済アイドル刈田葵の人気はどんどん高くなっていきました。新曲の売り上げも上々で、テレビ出演も増え、開設した動画配信サイトの登録者数も瞬く間に100万人を超えました。忙しいながらも楽しくて、とっても充実した日々でした。数ヶ月後、あのおじさん、社長、お給料の額がおかしいんですけど。ああ、今月で返済が終了したからな。おめでとう。これで君の親の借金は0円になった。晴れて自由だ。アイドルを辞めるもよし、続けるにしても今の人気なら大手芸能プロダクションへの移籍も可能だぞ。そうですか。同僚、社長鈍いっすね。は？翌日、おはようございます。おじさん、お父さんとお母さんが働き始めましたよ、居酒屋で。おお、そうか。親父さんギャンブルにはまる前は板前やってたんだっけ。よかったな、特技を活かせる職場が見つかって。はい、居抜き物件とはいえそれなりにかかりましたけど、いい立地の職場が見つかりました。居抜き？銀行も私が一緒に行ったら事業計画的にも問題ないって言ってくれて。待て待て、まさか就職したんじゃなくて起業するのか？銀行に融資してもらって。また親に借金ができちゃいました。いや、それにしてもそんな簡単に行くもんか。店の名前を刈田葵の実家にして、たまに私も手伝いに行くことを条件に出されましたけど。全部お前の人気頼みじゃねえか。それでもちゃんと働いてくれるなら大躍進ですよ。そりゃそうかもしれんが。というわけで、今まで通りアイドルを続けなきゃいけないんで、よろしくお願いしますね、社長。お前、まさかそのために。親の借金8000万、親の借金8000万。増えすぎだろ、借金。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。